どうも皆さんこんにちは、ケイジチャンネルです。E3 がないのってやっぱりちょっと寂しいですね。なんだかんだ言ってなんかゲームメーカーのショーケースみたいなのが露骨に減ってますよね。そんな中ショーケース独自にやってくれたカプコンさんマジ神ですよね、ということで今日はですね、今朝方行われましたカプコンショーケースの内容を見て、まとめつつ、ちょっとした感想なんかもお話ししつつというそんな動画となっております。いや、なんかあれでは、もうさ、ゲームメーカーで独自でショーケースやって成り立つのってカプコンぐらいしかなかった。っていうかカプコンってその強いコンテンツでなおかつ即座に出せるゲームたくさん持ちすぎてて、化け物みたいなゲームメーカーですね、言ってしまえばね。すごすぎるよね、株価を。じゃあ何の話からしていこうか。モンスターハンター3ブレイクからですかね。一番最初に発表されておりましたし、追加モンスターの情報ですとか、追加フィールドの発表などがありまして、体験版の配信が告知されました。今回の体験版は、回数制限なし、スイッチ、スチームともに15日から配信。サンブレイクの新システムであります早替えや新しい鉄柱主義なんかを体験できるということで、これはやってみましょうよ。またで例によってその初級中級上級みたいな感じで、上級とか行くとめちゃくちゃ難しかったりするやつがあるわけだから、結構ね体験版とか言いつつもやりごたえがあるんですよね。8月以降の無料タイトルアップデートも発表されておりまして、2023年以降もモンスターハンターライズサンブレイクはアップデート予定ということで、長くサポートされるゲームになっていくので、末長く遊べるゲームタイトルにまたなってしまうのではないかと思います。でね、今回ね、予約特典があって、お供アイルーの重ね着がめちゃくちゃ欲しい。で、あの重ね着ちょっとうちのみかんに似てるんだよね。でもこれ、モロハの剣でさ、俺、モンスターハンターワールドの時さ、そのお供をさ、チャチューっていう前一緒にいてくれてた猫の姿、形、そっくりな感じ作っちゃって、名前もチャチって名前、相性にしちゃってて、俺今、モンスターハンターワールド起動するとなんか、すごい寂しい気持ちになって、もうあのゲームもう起動できないんだよね、とか言い出して、いや違う、分かってるよ。そういうのがあるから、なんかあの時楽しかった思い出を思い出せるっていう、そういうのがあるのはいいことだって思うべきだと思うんだけど、なんかちょっと怖いなとかってちょっと思っちゃって、もう何年も経ってるんだけれども、チャチのこと思い出さない日は一日としてないな。何の話してんの、ちょっと関係ない話なんでごめんなさい。そんなみかんは今、紙袋に入ってます。先日ちょっと買い物してきた紙袋に入ってます。紙袋好きなんだよね、なんて可愛いんでしょう。というわけでですね、モンスターハンターライズ、サンブレイク、もう間もなく発売で新しい情報も来ております、といったところでした。俺ね、だから、前もお話ししたんですけど、スイッチ版で遊んでたんだけれども、今回パソコン版に移行してサンブレイク遊ぼうと思ってるんです。で、パソコン版、スチーム版のモンスターハンターライズもダウンロードしたんだけど、まだ一回も起動してない急がないとサンブレイク遊べないんで、ちょっと急いでそろそろね、遊ぼうかなと思ってます。今回はちょっとタッチを使って。タッチ強い話らしいんで、使ってやっていこうかなと思ってます。強武器中だから俺、なのでね、あれだよね、言ってしまえば体験版やってる暇ないよとかってちょっと思ってるんですけれども、ではですね、続きまして気になった話題、バイオハザード関連はすごくね、マジで神発表だったと思います。まずバイオハザード RE4 の追加情報というのはにはちょっと物足りなかったかもしれませんけれども、バイオハザード RE4がどんなゲームなのかっていうのを、知らない方々のためにちょっと説明してくれたりっていうのありましたのと、あとゲーム画面も少しありましたね。ついに来ましたよ。でね、ビハインドビューということで、TPS なんですけれども、 FPS にちょっとほど近い TPS なんです。例えばこう構えた時にその構えた覗き込み感は FPS っぽい射撃の感覚になるような感覚っていうのがビハインドビューで、オリジナルのバイオハザード4も確かビハインドビューだったと思います。なので RE2 や RE3 とはちょっと違うよね。それでもね、 RE2、RE3 遊んでた方だったらとっつきやすく遊びやすいと思いますなんていうことがありましたけれども、バイオハザード RE4 は原作以上に先行きの見えない孤独感や不気味さというのがあるということで、バイオハザード4って割とアクションっぽさがあって、あんまり怖くなかったといえば怖くなかったと思うんですよね。だけど今回はちょっと怖くなってるぞこれまた怖なってんのかこれ怖くさ
まあ、なんていうところで、まあ、バイオハザード RE4 に関してはまだ発売までね、まあ、だいぶ時間がありますので、情報はこの辺まででしたけれど、まあ、非常に今楽しみな、いや今だってすごい楽しみなゲームってどれって言われたら、まあ、数ある中の一つに入ってくるもんね、バイオハザード RE4 ね。俺 今ね、すっごい楽しみにしてるゲームね、数えてみたら17本あった。なんなんだこれね。でね、バイオハザードビレッジと DLC のやっと追加情報来ましたね。かなり時間をかけて作ってくれたみたいですが、これがすごい神だよね。マジで良かった。まずですね、シャドウオブローズ、これが DLC のメインコンテンツになるんですけれども、イーサンのマナ娘でありますローズの物語となっております。しかも今回これ TPS で描かれますといった形になっております。イーサンの娘はね、特殊な能力を持っていて、それを取り除くために金婚の意識の世界にて手がかりを探す旅と。金婚ってちょっと久しぶりに聞いたな。金婚ってね、まあ、西野さんとね、梶原さんのね、お笑い声、違う違う、その金婚じゃねえんだよ。まあ、そんなわけでですね、バイオハザードビレッジの後日談となっていきます。ちょっとこの流れでバイオハザードビレッジのネタバレトークいきますので、嫌な方はこの時間まで飛ばしてください。このね、DLC ね、絶対イーサン出てくるよ。ね。イーサン生きてるあるよ。まあ、なんかね、バイオハザードビレッジのエンディング見て、まあ、感想動画とかでもお話ししたんですけど、生きてるんじゃないの？生きてる可能性みたいなのを示唆してるんじゃないの？っていうシーンがちょっとあったなと、私は感じておりまして。っていうか、まあ、私の希望としては、生きててほしい。まあ、バイオハザード7とビレッジ通して遊んで、やっぱりイーサンすげえ、やっぱり魅力的に感じちゃいましたからね。特に、ビレッジを遊ぶと、イーサンの魅力爆上がりするなっていう感じがしてて、で、まあ、イーサン生きてて、いつかいつの日かレオンとかクレアとかと交差するストーリーがあってもいいんじゃないか。まあくまでも交差、がっつり絡むとかじゃなくて、なんか同じ場面に共有して、なんかそれぞれなんかすれ違うみたいな、そんなストーリーがどこかで展開されてもいいんじゃないの。そんなのあったら激アツでしょってちょっと思ってます。でも今回 DLC のね、なんかそのストーリーのこんなんだろう、あの腰を聞くと、意識の世界、金婚の意識の世界って言ってるので、なんか現実世界じゃない精神世界的なみたいなところで物語展開するのかなと思って。なんかイーサンの娘ってほら16歳の設定だからね、そのなんだろう、銃とか一応持っちゃったりするわけなんだけども、それは意識の世界だよっていうことにして、なんとかそのセーフにさせてるのかなっていう、そんななんかちょっとよくわかんない大人の事情を感じてはいるんですけれども、まあ、もしその意識の世界っていうことであれば、ローズの中のに残っている金婚に残ったわずかなイーサンの記録の断片みたいなものがローズを手助けするっていう、そういう感動のシナリオが待ってる、間違いなく。なんかバイオハザードのさ、まあ、セブンの時も DLC 遊んだけどさ、バイオの DLC ってできいいよね、絶対遊ぶこれ。俺あの基本的に DLC って遊ばないこと結構多いんだよ、すげえ好きな作品。なぜか DLC なんか手出さないことが結構多いって。なんかね、あんまりこう、まあ別にいいかなとかって思っちゃったりするんだけども。なんかこれはめちゃくちゃ遊びたいですね。で、ローズ、まあ DLC、今回 DLC でローズなわけでしょ。で、まあなんであの格好してるのかっていうのは、まあ、バイオハザードビレッジを遊んだ方は皆さんご存知だと思うんですけど、これね、ローズを着せ替える DLC が出てきそうな気がする。すなわち、DLC の DLC が出てくるっていう、なんか、そういうのも時間の問題かなってちょっと思ってます。ただ、まあ、16歳の少女ということなので、正直ね、真っ当な衣装にしてほしい。なんか変にセクシー推しみたいな衣装とか、まあ、ぶっちゃけちょっとやめてほしいなってなんかわかんないけどちょっと思っております。でね、 DLC はね、今回それだけではなくて他にも盛りだくさんとなっておりまして、マーセナリーズもパワーアップしてきます。キャラクターが増えますね。クリス、ドミトレスク夫人、ハイゼンベルク、3人が追加されます。マジかよ。ちょっと待ってね。ドミトレスク夫人追加とかマジで英断すぎるだろ。だってさ、向かってくる敵、どれよりもこっちの方が強いんだよ。楽しいことになるに決まってんのね。まあ、それ言い出したら、まあ、クリスも強いよねとかいう話にはなってくるんだけど、まあ、そんなのと、あとはステージも追加されておりますといったところですかね。いやー、すごい DLC ですよね。いや、まだなんですよ。まだあるんですよ。なんとバイオハザードビレッジの TPS モードが追加される。これマジすごくね。主人公のイーサン・ウィンターズはなんかその姿形っていうのがちょっと ややその不明確なところがあって、まあ、顔なんかは公表されてなかったりするわけじゃないですか。っていう中で TPS で出してくるっていうのはかなり思い切ったなと。
あと DLC のローズのパートが、あの TPS になるから、まあならいっそのことこっちもやっちゃおうかみたいなノリだったのかどうなのか分かりませんけれどもね。ドミトレスクに吊るされるシーンとかどうするんだろうね。あれど、あれも TPS で映すんから、さらにカメラグッと引いて、ちょっとえもう一回やろうかなとかって思っちゃうよね、こんなん出されたらね。みたいな感じと、あともう一つバイオハザード RE バースが、ついに、稼働します。ここはねすっげえさらっと紹介されて終わった特に細かく紹介されることもなく、てっきりね RE バースなかったことにするんじゃないかなって私は思ってたんですけど、そんなことなかったです。ちょっとここはちょっと本当にすいませんでした。本当に申し訳ございませんでした。いや楽しみにしてる人もいるわけだからね、そんなん言っちゃいかんよねっていう話ですよね。というわけで、バイオハザードビレッジの DLC、 かなりモリモリの DLC となっております。でバイオハザードの情報はこれだけじゃないんですよね。あの以前より告知されておりましたバイオハザード7、RE2、RE3、 これらの PS5、XBOX、シリーズ S、シリーズ X 版が今日から発売開始ですサプライズ枠持ってきちゃった、すごいね。いやこういうショーケースってなんか一個サプライズやりたいよねみたいなところ多分あるんだと思うんで、ね、そのこのダイレクト以降すぐにダウンロードできますみたいなちょっと待って、なんで任天堂ダイレクトを例に持ってきたのか分かんないんだけど、まあ、それサプライズ欲しいよねっていうのちゃんと用意してきたのかなりすごいね。もともとこの次世代基盤って今年のなんだ後半冬ぐらいとかって言われてたような気がするんだけども、相当前倒しできたよね。レイトレーシング、ハイフレームレート、高解像度、あと 3D オーディオ、 3D オーディオっていうところは PS5 のみっていう感じになるんだと思うんだけどね。で、でアップグレード対応もあって100円でアップグレードができますということで、全部アップグレードさせていただきます。ありがとうございます。バイオハザードの売り上げ本当どれもすごくって、バイオハザード7が1080万本、 RE2 が960万本、 RE3 は520万本、そして先ほど、ダウンロードコンテンツの紹介をしましたバイオハザードビレッジに関しては600万本を超えているということで、めっちゃくちゃ売れまくってますね。そしてバイオハザード RE4 はそれらに匹敵、あるいはそれ以上の売り上げが出ることはほぼ間違いない。いやだってバイオ4ってめちゃくちゃ人気の高い、ね、名作なわけですから、来年の発売がめちゃくちゃ楽しみです。さあそして最後エグゾプライマル、あーちょっと待って、まだ帰らないで、この話も聞いてってよみんな聞いてってね。エグゾプライマル、俺これ結構いいなってちょっと思い始めててね。今回ではエグゾプライマルのゲームプレイシーンなど追加公開してくれました。まあ、どんなゲームかっていうと、まあ、恐竜がブラーってたくさん出てくるんだけれども、エグゾスーツを着たプレイヤー3人だっけ4人だっけのチームになって、PVP あるいは PVE を行う。で PVP に関しては直接相手を攻撃したりとかではなくて、先に相手のチームより先にミッションをこなした方が勝ちとか、そんな感じの PVP とかっていう感じにしているということで、なんかねちょっとね対戦モノの新しい可能性を模索しているんじゃないかなっていう感じがしていて、私このゲームに関してとっても好印象です。はい、なんだみかん、もう重ね着装備するかみかんもね。まあ、そんな感じでですね、PVP モード、非常に多彩なモードがあるんですけど、多分ね、カプコンね、恐竜動かすの得意なんだと思う。なんでこのゲーム恐竜なのって思うじゃないなんで恐竜がバラ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 って降ってくるのみたいな。まあ、その絵面がすごいなんか豪快で、そういうの作ってみたいなって思ったのかもしれないんだけど、多分、カプコンは恐竜動かすの得意なんだよ。モンスターハンターシリーズとかからの技術みたいなのをうまく活かせるんじゃない多分ね。まあ、ディノクライシスも作ってくれそれだったらみたいなことになってくるんですけれども、あのね、なんか TPS の視点でバリバリ何かを打ちまくるゲームってね、そう面白いんですよね。あの面白いんだけどあんまりないのさ、そのまああるにはあるんだけど、長期間的に続いてるゲームタイトルでそういうタイトルって意外と実はあんまりなくって、あの私ね先日ねエイリアンファイアチームエリート遊んだんですよ。あれ面白いあれすっごい楽しくって、でまああのこのエグゾプライマルに関してはそのゲームのノリとはちょっと違うんだけど、でもまあ私にはこのゲームも結構面白いに見えかけております。まだ実際に動かしてみたり PVP のモードがどんなもんなのか触ってみないとまだ分かりませんけれど、正直言うとね、でもエグゾスーツを着た TPS のゲームってヒットさせるの正直相当難しいと思うよ。あんまりヒットしてるのないじゃない、そういうゲームで。ヘイローぐらいしか知らないわ。あとヘイローとデスティニー、ウォーフレームか。
結構あるな。いやでも結構数ある割にはそういうエクゾスーツ着て DPS で撃っていくゲームがヒットする試しっていうのは近年ではあまりないような気がしておりまして、そんな中ね、まあ、そんなリサーチも絶対してると思うね、カプコン作る上でエクゾスーツ着せたらきついんじゃないの、そういうリサーチもしてる中でいやいけるっていう判断を下してる、かなり自信あると思うので、まあ、ちょっと触ってみる価値あるななんていうふうに感じております。っていう中で、っていう中でですよ、クローズドネットワークテスト開催するって、はい、応募します。え、ちょっとみんなも応募してよ、ね、え、だってなんか俺一人でさ、俺応募してさ、参加してさ、こ楽しかったとか言ってもさ、誰もみんな遊んでなくてな、みんなの反応なんかすっごいシーンとしてたら寂しいから、みんなもやってみてよ、ね、というわけで、まあ、特設サイトにて参加者募集中ということで、皆さんもぜひちょっとね、参加してみてくださいといったところです。さあ、そんなわけでですね、カプコンショーケースの内容を見て、まあ、ちょっと軽くまとめつつも感想でございましたといったところですや、ね、最初にも言ったけれども、まあ、E3 がないことによって、ゲームメーカーの、ショーケースは結構減っている中で、こうやって行ってくれたカプコンさん、神、本当にありがとうございます。でね、なんか風の噂でなんですけど、6月末ぐらいに任天堂ダイレクトがある可能性があるみたいなこと言われていて、まあ、まだまだね。で、今週の金曜日に関しては、スクエアニックスの、ファイナルファンタジー7の25周年放送系がありますので、まあ、それ10分の映像らしいんですけどね、10分で一体どれだけやってくれるのかって、その辺も楽しみにしつつ、また今週楽しい1週間を送っていきましょう。ということで、今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。